頼むよ MC たち仲良くしよう、ね、ちょっと誕生日迎えて浮かれてんじゃないのもうみんなネタで行くじゃん待ってじゃあ俺これ一応出すけど、うん、さあ始まりました。漫画あふれるコミックシーモアプレゼンツの声優バラエティーわちゃちゃチャンネルでーす。どうも、はい、どうしたどうしたどうしたじゃないよ、マリナ早く紹介して。あ、わかりました、わかりました。今ガオーと出られた方、はい、この方が本日のゲスト様でございます、小林祐介さんです。よいしょ、どうも皆さんこんにちは、よろしくお願いします。ガオー、ガオー、はい、ありがとうございます、ね、みんなガオガオ言ってる理由はですね、はい、年明けて収録が初めてだからです。そういうことです。その通りでございます。皆さんもうそんな、ね、つもりないと思うんですけども、もう結構経っちゃってると思いますけどね、はいはい、我々はまだね、新鮮な気持ちですよね、22年。そうですね、はい、ということでゆうちゃんでございますよ。はい、よろしくお願いします。もうほぼ初っていうぐらいじゃないですか、同年代がゲストに来るっていうのは。いやもう、うん、だって84年組なんだもんね。4年組がっつり同い年だよね。そういうことよ。そうね、みんな同い年ですよ。びっくりした。え、そんな揃うことなかったの。うん、上か下か、そらそうだ、どっちかしかないよ、ね、上か下か、しかもかなり極端なそうね、だって黒田孝也さんとかいらっしゃってそうよくださってたりしたからそうなんよ。で下はもう本当にまだ 1,2 年のピチピチの子とか、そうそうそう、そうですよ。嬉しいね、同世代トークね、よかった。俺も嬉しい。まあそれこそね、トシ君とはすごく会うことも多かったけど、井上、うん、さん実はあれ、そんながっつり、うん、お芝居で絡んだことないんだよね。1回か2回しか実は会ったことない。マジで？がっつりは実はそんなないんですよ。そうそう。でももちろんお互いはお互い、うん、同い年なんだって、こういう人いるんだは分かってた。役的にも絡んでたりするけど一緒に収録じゃなかったりとか。そう、なかった。へー。そう、だから今日こうやってなんか話せるのがすごく楽しみ。ね、うん、まあ、かくよね、我々2人もね、うん、この番組始まってやっとちゃんと喋り始めた、うん、そうなん。そうそう、いや、もちろん認識もあったし、一緒にやったこともいろいろあったけど、うん、がっつり深くお話ししたことは実はトッシュともなくて。そう、そんな空気感じゃなかったよ、リハ。え、いや、まあ、もう、そうね、そうね、長いですから。なんなの、これ、タッカーした感じ。いや、この番組が長い。1年やってから。そうそう、1年か。あ、1年あればな。そっちは1年あるの。なんでマウント取ってくるの。詳しくなもん、こんな数日なんだよ。数日とね。まだ、今日深めていこう。でも、2人は仲いいんだもんね。仲いい。あ、待って、今、ごめん、ごめん、触れちゃいけないとこだった。仲いい。仲いい。いいと、勝手に思ってるよ。あ、ごめんね、2人とも。先進めようか。進めちゃうと、なんか悪いんだって思われる。違う違う違う。大丈夫。じゃあ見てくれてる人たちは、ちゃんと俺たちが仲いいってこと知ってる。いや、本当？知ってる。なんでそっちが疑うんだよ。そういうとこよ、トシ君。いや、嘘だ。嘘だよ。今のは完全に、ゆうちゃんが先にやってきた流れでしょ。違うよ、そんなことないわ。本当？あと、なんか年明ける前に、ここら辺にあった動くカメラどこ行っちゃったの？あ、本当だよね、そうだよ。あれどうしちゃったんですか。なんか最新鋭のやつ入れてたのに。動くカメラがなんかまた気づいたらなくなっちゃってんだけど。何？どうなってんの。あ、なるほど、ゲストさんがいるからカメラの台数が。あ、あ、なるほど。すみません、僕のせい。そんな高いんですか。まあまあまあ、ちょっと僕も十何年やらしてます。すみません。え、キャリアで変わんのカメラ。わかんないけど。そうなの。はい、仕切っていくよ。というわけで、はい、ということでね、まあ、お正月何してた。え、お正月何してた。お正月何してた？何してた？またセオリーな質問を投げかけてきたね。一応知りたい。もう小林くんのこと知らないから知りたいじゃん。そっか。正月どうする人だとかさ。俺ね、正月はもう毎日飲んでた。おお。じゃちゃんと休みはしたってことだ。休みはあったし、それこそ旅行も行けたし、あら、いいじゃん。やってたんだけど、なんか体を休めることはしたけど、胃を休めることをほとんどしなかったせいで。あ。なんだろう、年明け最初の収録もちょっと声ガラガラだった。おかしいやん。おかしいな。そうそうそう、内臓にダメージが。そう、内臓からの喉ね。でもなんかそういう人結構多いよね。ずっと毎日飲んでたって人何人か聞いたから、あ、今年はそういうお正月だったんだと。そんなにあんまこう外に出てあーって遊ぶようなね感じでもないしね。日数自体もそこまで長くなったかったから。今年ね、日取り悪かったからね。え、みんなはは俺は、まあ、食べ過ぎた。大丈夫、食べ過ぎなかった。そう、例年ね、うん、あのお餅を、うん、お餅を食べ過ぎて事務所から餅を禁止されるっていう、そんなことある、うん、ことが、まあ、例年あったんですけど、うん、まあ、今年では何も言われなかったから、うん、でもとはいえね、とはいえやっぱりちょっと、まあ、餅を見るたんびに思い出すわけですよ、うんうん、マネージャーの。
餅禁止ねって言われてた リフレインで出てくるわけよ、餅を見るたんびに。いい加減学んでねって言うんじゃね、うん、そう、もうだからパブロフの犬みたいな。そうだね。餅を見るとマネージャーの顔が浮かぶっていう謎の現象が起きちゃって不思議なことが起きてる。でもだからまあそれもあってちょっと節制しようと思って、うん、あのね前はね1日にもう5個6個普通に食ってたんだけど、うんうんうん、今年は1個にしました。1日1個1日1個へー成長したじゃん。すごいよ、5分の1だよ。2キロ痩せたよ。すごいすごい、2キロ痩せた。マジか。痩せた痩せた。気にしてたもんね、その正月太りするみたいなのね。そうなのよ。ただなんかやっぱあれだね、ゆうちゃんと同じでね、やっぱ仕事始めはねなんかゆっくり休んだせいでセリフってどうやって喋るんだっけって。あるある。一発目ってちょっと緊張するよね。するするする。自分声出るかなみたいな。そう、分かる。分かる。っていうのはあった。マリナはどうですか？私はですね、このね、番組をご覧になってる方、多分誰一人知らないと思うんですけど、実はね、事務所移籍したんですよ。2人にもね、言ってなかったと思うから、多分誰も知らなかったと思う。マリナ、事務所移籍したの？水臭いな、言ってくれよ。いや、水臭いって2回しか会ってない。うるさいよ。うるさいよ。言う相方じゃねえ。もう誰一人知らなかった、トッシーも知らなかったと思うんだけど、世間の人も誰一人知らなかったと思うんですけど。知らしらしいよ。そうなんです。まあ、そういうあの事務所の、ね、遺跡っていうものがありまして、はい、うん、それの作業いっぱいしててめっちゃ忙しかった。あ、やっぱその移行作業、まあ、もちろん事務所さんサイドのね、うんうん、事務所さん同士のやり取りもきっとね、引き継ぎみたいなのきっとあるだろうし、それはなんかよく知らないけど。そう、大人のことはよく知らないけど。でもなんかこうマリナ側もあったんだ、やること。 あるある。あ、やっぱりこう事務所に提出する書類だったりとか。あ、そうか、洗剤とかもまた取り直すんだもん、ね、そう、洗剤とかもあったりとか、 あとボイスサンプルの制作とかをなんか年末とかにバーってやってて、それのせいで、うん、なんかそれのせいでっていうのはあれだけど、そういう作業があるみたいな風に思うと、うん、もう何の予定も一つも立てられなくて、誰かと遊ぼうよとかさ、どっか行こうよみたいな、一切何も誰一人とも会ってない。あら、で一人でこうボイスサンプルのこう制作作業とか、うん、撮るのは自分じゃないけど、こうある程度自分で選出したりとか、うん、あとなんかこう青にこれ書いてくださいって言われたやつをパチャパチャ書いたりとか、うん、で1月1日なんて発表しようかなとか、はあ、それリアルな、めっちゃリアルですね。すごい、じゃあ自営業してたの、本当だね。そう、で一人でドキドキしながら、これ何時に発表されるんだっけみたいな。へえ、何時になったらこうプロフィール、あの事務所のプロフィールに更新されるのかなとかさ、うん、そっか、もう紅白とかのねカウントダウンよりもそっちのカウントダウンの方が、そうそうそう、見つくんだ、そうそうそう、みんながハッピーニューイヤーのカウントダウンしてるとき、マリナちょっと変なドキドキ、違うドキドキのカウントダウン、ね、そうそう、あの声優の北村えりちゃんと LINE しながら、あのえりちゃんには事前に言ってたんですよ、事務所移るよみたいな、だからこれ何時に発表されるのみたいなさ、そういうやり取りをしながら2人でハッピーニューイヤーって言いながら年を越しました。はー、まあ、実際ね、なんかちょっとニュース、うん、ネットニュースとかになったりね、知ってたんですか？実を言うと、いや、続けんのこの子。そうだね、まあ、発表されたらね、そんなありがたいことに、ありがとうございます。ね、いや、そうそうにもなってましたから、びっくりしましたね。あ、そうなんだってなりました。だからね、そわそわするよ、うん、事務所を移籍するとき。なるほどね。よかった、今日事務所のマネージャーいねえわ。変な空気にならなくてよかった。待て待て、変な空気になる何かがあるのか。いや、そんなことやめようやめよう、新年最初の番組でこういうの。いいんだよ、みんな個人…万が一の話よ。そうそう、いいんだよ。もし自分がそういう時やった時はすごいそわそわするよ、落ち着かないよっていう気持ちだけの話でね、いいんだよ、もう声優なんて個人事業主なんだから。そうです、結局そういうことです。深掘りすりゃね、なんかあった時のためにちょっと後で連絡させてください。そうですね、いろいろ聞きたいとかある。うちもあのマネージャーと名刺交換させておきます。怖い怖い怖い、すみません、よろしくお願いします。そんなね、まあ、ちょっと重大な、まあ、だからそういう意味ではすごく、こう、うん、なんでしょう、印象に残る1年だったとは思うんですけど、マリナさんね。そうです、もうスタートですよ、ね、もうめっちゃ新人の気持ち。新人、井上マリナとして新人、めっちゃ新人、デビュー、ようやくデビュー。なるほどね、うん、そんな新人類の新人類の井上マリナがね、はい、まあ、この、配信の3日前の1月20日が、うん、さらに重大な日だったんですよ。ゆうちゃん、なんかわかりますか？遺跡以上に重大な、うん、そんなもんないね。あ、いや、ちょっとこれ俺の口から言ったらまずいかもしれないから。あ、いいよいいよ、ちょっと言えない。え、欲しい、ちょっと待って、え、こ結婚ですか？え、こ結婚ですか？違うわ。あ、違うんだ。あ、違う。あ、ごめんごめん。え、ここで、あ、違うんだ。もう俺困ってるよ、違う違う違う。何なの？
誕生日です。おめでとうございます。びっくりした、びっくりした、ありがとうございます。サプライズやらって言ったじゃん。こういうサプライズか、無効的なサプライズ仕掛けてきたな。ごめん、俺もこのタイミングでクラッカー来ると思ってなかったから、なんか逆にこうスルッと言っちゃった。俺たちがやるもんじゃないの。まさかエルジャがやるんじゃない、新しいスタイル。カメラに映ってたかな、ちょっと今ね、すごいクラッカーを飛ばされて、ね、カメラに映ってないところにいっぱいいっぱい散らばってる、紐がふわっと落ちてるんですけど。はい、ということでマリナさん、お誕生日改めましておめでとうございます。ちょっと一足早く大人になったよ。あれ、お兄ちゃんとお姉ちゃんだ。お姉ちゃんね、弟ね。どうですかマリナ、うん、まあ今年1年なんか、うん、毎年多分抱負とかいろいろ言われると思いますね。まあないよね。まあないわな。誕生日の抱負はないよね。ないよね。ないね。じゃあ逆に言うと収録日のタイミングでまだ誕生日実際には我々この時間軸で迎えてないから、迎えてないね。どんな一日を過ごしてると思う？わかんない。去年は私毎年こうツイッターでリポいただいたやつに全部編集をする日にしてるの。すげー。その日一日だけ、年一。他私ファンサービス一切したことないんで。はっきり言ったね。それもはっきり言うね。なんか個人活動とかしてたらさ、うん、こうなんかこうファンの方にお返しする機会とかあるけど、そういうのはほぼしてないから、うん、その日だけぐらいはこう全部に返信 したろっかなぐらいな気持ちでやったんだけど、今年ちょっと分かんない。今年分かんない、どうなってんだろう。やってたら自分偉いねってそうね、褒めてあげます。いや今配信じゃないで、そうね、これそうそうそう、アップロードされてる時はもうその日迎えてますから、もう迎えてるから、うん、どうだったかも皆さん結果が多分分かってると思うけど、はい、あ、ちょっと俺もリプ送っとこ。じゃいや結構ほんと大変だよ。マジで大変。マジか。え、なんか多分連続で何ツイートするとなんかちょっとできなくなるみたいな。あ、制限かかるよね。制限がかかったりするの。そうなんだ。そういうのが初めて知った。へー。だからやるとしても別のなんかアプローチを考えたら、あ、それがいいかもしれない ね、限定100件とかね。あ、なるほど、ね、なんだろう、いいとかね、うん、じゃあ俺とゆうちゃんでマリナに 10リプぐらいしとこうか。大丈夫、連続さ。内容知らない人はびっくりで ね、本当だよね。さあ、ということでね、はい、そんなマリナでございますが、その本題の方参りましょう、はい。今回ご紹介するのは阿相幸先生によるこちらの漫画ポリコンでございます、はい。では、新しくね、新人類となりましたマリナの方からストーリー概要お願いします。はい。人生のどん底にいた私を拾ってくれたのはクセ強系の警察官。理不尽な理由で仕事をクビになった先、夜の公園でやけ酒していたら警察官に声をかけられた。警察官八乙女は超絶フレンドリーで女子力高めでガサツな咲とは正反対。家の鍵をなくして途方に暮れる咲に、行くとこないんでしょと、なんと一晩家に泊めてくれるという。咲は出会ったばかりの八乙女に運命を感じ始めるけれど、クセ強イケメン警官×中身おっさん女子の笑って泣ける婚約ラブコメということです。ちなみにゆうちゃんは漫画とかはどうですか、読みますか？もう結構読む、うん、もう本当にもうジャケ買いして、うん、もうジャケ買いしたらもう一気に全巻読んじゃったりとか。何系が好きとかある、うん、あ、でもその時々によるかな。恋愛ものが読みたい時もあれば、うん、ミステリー、ホラーとか読みたい時もあるし。え、少女漫画とかって読める派？少女漫画もね、ものによっては、ね、読める。あ、そうなの。全く読まない男子とかもいるもんね。いるね、うんうん、確かに確かに。そう、 うち女姉妹がいたから。なるほどなるほど。その影響でね、読んでた時期もあったし。あ、じゃあ全然。じゃあお姉ちゃんとかが持ってる漫画とかを読んでみたりとか、うん、子供の頃とかは。そうそう、やってたやってた。ああ、なるほどね。じゃあ漫画はもうだいぶプロということで。漫画のプロ。漫画のプロ。読めない人いるから、漫画を。いる？そんな人いらっしゃるよね。あ、いるね。でも読み方がわからないとか、それこそ高谷さんとかね、あまりこう漫画通ってこなかったから。確かに高谷さんが漫画読んでたらちょっと可愛いなって。そうそうそう。だからこういう少女漫画的なものを読むとき順番がわからないっておっしゃる。へえ、そうなんだ。面白い。そうそうそう、あるね、うん。じゃあまあそういう意味では漫画のプロですからね。プロです、そうです。読み方はプロですから。もう読むのも任せてください。読み方は全員プロでなきゃいけない。漫画を直接読むってそんなないじゃない。そうね、それはないけど、もう文章化されてますから、ね。じゃあ読んでいきましょう、はいはい。我々が朗読させていただくのは、うん、
警察官らしい八乙女がかっこいいシーン、こちらを我々が朗読させていただきたいと思います。はい、それでは、八乙女を小林くんがやって、はい、主人公の咲を私、そして課長安村課長、はい、トッシュが演じさせていただきます。はい、それではお聞きください。はい、許せんこの変態クソポリコ、何してんだてめえ、いい加減にしろ、おい聞いてんのか、こんなことしてただで済むと。もう俺だよ、元上司で課長の安村だよ、忘れるな。課長、何してんすか、コスプレして勝手に人ん家入って。仕事は？お前のおかげで停職中だ、おまけに降格処分まで食らったんだぞ。それで復讐ってわけすか、その情熱仕事に向けりゃいいのに。その吹きドンキで買ったんすか。お前こそ余計なことに情熱燃やして、その勝手な正義感にはみんな迷惑してたんだぞ。あ？何の話っすか？身に覚えがないのか。ならお前が助けたあの女、彼女に助けろと頼まれでもしたか？一度でも感謝の言葉はあったか？みんなの面前でセクハラどうのと騒ぎ立てたせいで会社に居づらくなってるはずだぞ。お前が余計なことしたせいでな。私はただあの子が困ってるように見えたから助けたいと思ってた。でもそれは自己満足で、相手にとってはただ迷惑なだけだった。だから私はいつも一人なのか。お前なんていなけりゃいいんだ。体が動かない。八乙女、離れなさい。おまわりさん、いいところにその女捕まえてください。そいつのせいで俺の人生めちゃくちゃにされたんですよ。ああ困ったな。あなたご自身が何をしているか理解していますか？その格好、警察の立場を利用して軽犯罪法違反に、住居侵入、器物損壊、さらに暴言に暴行未遂まで、現行犯逮捕します。うん、話せ。あの女にはめられたんだ、俺は被害者だ。話は署で聞きますから。俺の話を聞けよ。危ない。サキちゃんはね、あんたみたいに姑息なことはしないのよ。話せ。ちょっとやり方が不器用なだけで、困ってる人を見て見ぬふりができないまっすぐな人なの。私の大切な人を侮辱しないで。八乙女、至急応援願う。どうぞ。サキちゃん、怪我はない？おお。よかった。なんでここに？はい、はい、ありがとうございました。かっこいいですね、八乙女。かっこいいけど、うん、ここのシーンを見たらね、このシーン、このシーンだけならね、だけならね、いいシーン選んでますね。いや本当にそうね。いやもう冒頭見てごらん、みんな一回ね。あのこれ言っていいのか分かんないけど、うん、警察官なんですよ。そうですよ、八乙女さんは、うん、私は。ただ、うん、ストーカーなんですよ。結構なね、結構なストーカーでもあるんです、うん、重度なストーカーでしたよ。本当題材的に大丈夫か、うん、そう、最初読んだ時ちょっとびっくりしたもん、ね、大丈夫かなこれ、ね、ってぐらい。だってね、そのさきちゃんがさ、まあ、あのその八乙女さんの部屋にね、さきちゃんの写真とか、はい、めっちゃある部屋にたどり着くんですけど、ね、はい、あそこで怖くなって110番呼んだら八乙女さん来るんだよ。怖くない？怖くなくない？だってめちゃめちゃ怖い。本当だよね、もう合法的にね、じゃあちょっと家宅捜索って言って入っちゃうからね、うん、警察だしみたいな、ね、無理やり婚姻届とかね、ね、押させられてたもん ね、 ね。ただまあそこからね、いろいろあって、ね、だんだんその、なんかだんだんと
距離がね縮まって行くん本当ラブコメでしたら、まあ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 ね、そっかそっかそっかラブコメなんでねあのもちろんその大々的にはストーカーみたいな、うん、大丈夫かみたいな感じだけ ど、 けどそれをめちゃめちゃ楽しく読めるそうねだからそのなんだろう設定のそのある種崩壊からスタートしてるところがそうちょっと楽しいは楽しいよねそうだね、うん、ありえんぞってところから縮まっていく感じが面白いよね、うんうんうん、いやでもねこう八乙女さんもっと本当に やばい表情いっぱい出してくれるので そこをね小林くんの演技聞きたかったあ本当にそうなすいません僕綺麗な役ばっかりのもので綺麗なシーンばっかりやらせたからのかないやでもこれ実際なんかアニメ化とかしたらでやってそうあでも確かにそうね本当に、うん、ありそうでもちょっとオーディションですごい楽しくなっちゃうから、うん、こんなセリフ言っていいんですか確かにありそうそういう役ってやる結構お姉系とかお姉系というお姉系はね、うん、未だ一回もないねあ本当ないのよあじゃあデビュー作だデビュー作デビュー作デビュー作えじゃあちょっと新井先生のちょっと何どうぞよろしくお願いしますオーディションの際はい媚び売り始めたぞオーディションだけでも結構ですので何どうぞよろしくお願いします我々も何度も言ったねそうねみんな言うんだろこちらも言うそらそうだ本当はいありがとうございましたありがとうございます今ご紹介したポリコンは今日1月23日から1月29日まで1巻が無料2巻が 50% オフとなっておりますのでこの機会ぜひ読んでみてください続いてはこのコーナー脳がしびれる50音キュンボイス はいこのコーナーはあからんまで50音のキュンボイス作成を目指すシリーズ企画となっております、はい現在のコンプリート状況はご覧の通りですあ出ました、うんおまあ、アニメの順にもうキュンボイスを作っていこうよと、うん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 、はいでも結構出てます ね、 ね、どれもキュンとくるでしょうんうんねそうね逆にそういうのを探す方がねちょっとどういうことどういうこと、うん、もとかおすすめだよもうねもうもうおすすめだねモンサンミッシェル、ね、やっぱほらやっぱねいろんな人がいるもんねそうだね、レもずっと好きなんだけどレもね レはもうずっと面白い面白いって言っちゃったけどうんそう全然キュンとするなるほどね、うん、なんか分かった、うん、どういう趣旨のコーナーそういう感じですよく分かったはい、はい、というわけで、はいはい今日はですね、うん視聴者の皆様から MC2 人の名前の音で募ったリクエストに応える形でキュンボイスを演じます、うん、いつの間にか勝手にそんなことしたんですねやってたんですねどうもありがとうございました答えていただいて、うん、なので、まあ、私宛に届いたのがマとリとナ、うん、これたまたま空いてたらしいということで、うん、これの3つのキュンボイス、うん、でトシの場合は、はい、あのなんかね湯がもうなかったのってうんうん、もう言っちゃってる出てる湯は取られてしまってたので、うんうん、都市機で募集がなんで一応湯を募集すればいいじゃんいいじゃんかぶったって ね、 ね、はい、なんで勝手に俺の名前豊永都市機にしてんの誰誰誰豊永都市機ですいいよ、ね、でもちょっといいゴロいいいいやつ豊永都市機いいやつ、うん、なんか考えてた時あった自分の名前を、うん、なんか都市機にしたらどうなるかなとか思ったことある中学生ぐらいの時に思ってた時あるへぇ湯がかわいそうじゃんなあ湯を大切にしてあげて誰か俺の湯を返してくれはいというわけで、はいその3文字の、うんキュンボイスリクエストを我々がやると、はいはいね、ということで、はい、でゲストにね来てくれた小林君には我々が、うんこうキュンボイスを考えて、それを言っていただくと。なるほど、ね。わ、はい、かりました、わかりました。なるほど。もうマリーナとトシキは埋まるのか。埋まるんだと思う。は二人に埋めてもらって。今日一気に埋まるじゃん。めっちゃ埋める。もう早く終わらせようっていう。いや、やっていこう。やっていこう。時間もあれだし。はいはい。はい、じゃあ、まずマリーナの、はい募集して届いたコメントというか、うん、セリフを見てみましょうかね。こちらです。ま、あ、全部いい。全部出る。はい。あ、なるほどね。まが4つ、りが3つ、なが3つと。それぞれ。誰が選べる？マリーナ選んでいいの？あ、自分で選んでいいんだ、うん、じゃないでこれ全部やってもらうからね、うん、あ1個ずつチョイスしたやつをマーリーナでやってもらいますから、うん、どれがキュンとくる？ちょっとさっきの一覧見た後だとなそうだよねどれもまともに見る そうね、どれもまともだねうん、どれもまともだなでもマは一番下がいいな、うん、あー、王道だねあいいね、いいね俺リも一番下がいいなおあなるほどね、はいちょっと変態チックな、ね、変態チックなやつ聞きたいななるほどねあじゃあ、わかりましたじゃあ、ナは自分じゃあ、ナはマリナに選んでもらおうかなはい、じゃあ
あの早速ですが、もうサクサク行こう。はい、マーリーナをポンポンポンといきますんでね、振らせていただきますんで、マリナお願いします。こうやるんだ、見とけ。オッケー。じゃあ、ダミエの、ダミエの準備をお願いします。よろしいですか？大丈夫ですか？マリナ。はい、はい、大丈夫そうです。それでは参りましょう。まずはマリナのマからいきます。胸キュンボイス。お願いします。まだ一緒にいたい。いい？続いてマリナのうわこの空気感つれちょっと止めないでよ、トントン行くつもりでいたんだから今リー出してリー出してリー出してはいリーはい、はい、続いてマリナのガチャガチャしてるガチャガチャしてるよはいダミヘいいですかはい続いてマリナのリー離島に一つ持っていくなら君おお、いいですあ、ちょっと違ったなあれ、なんかもうすでに反省してるからなあ出してください終わってから次ね、なあ出して、なあ出して、なあ出してなあ出して、なあは最後マリナにね、選んでいただきますからなあね、オッケーはいいきますはい、それでは最後、マリナのなあなにやっちまったな違うよないよマリナ以上ですないよなかったよ男は黙ってダミヘになってたよ大丈夫かいやもう十分で満足しましたいやよかったすごくよかったよ、うん、なんか、うん、オチも含めよかった、うん、じゃあ本番行こうかあ違う押してるやん押してるのかるあごめんごめんごめんはい、ちょっと皆さんリピートしてやるも全部やらなきゃいけないなるほどね、あーすいませんすいません覚悟しとけ、頑張ってんだからなそう、あんまりやりすぎると俺もやんなきゃいけないそうだったそうなんよねはいはい、はい、じゃあ続いてはね、トシキレうん、トシキレ、うん、もう誰なんだよ、笑えるなはい、それでは、トシキぜひ、出してください、こちらです、どうぞはい、何があんのおんあー、なんか可愛い系が多いねうーんもう、トは一番下だねあ、なるほどね。死、ね、はやっぱ2番目じゃない。ああ、聞きたいわ。うん、本人で。死は2番目か、そうか。2番目だそう。そうね。この流れはね。ね、そうね。死が最後だったらいいんだけどね。そうだな。いや、トキシ。トキシにしとく。いや、トキシにしとく。トキシにしようか。トキシにしとこう。トキシにしよう。トキシにしよう。じゃあ、木はどうぞお好きな。あ、わかりました。じゃあ、2個目にやればいいんですね。そう。木が真ん中に来るんですね。はい、トキシです。はい、なるほど。はい、はい。それでは参りましょう。はい、はい。トシキの、トキシの言いづらいわ、胸キュンボイスでございますそれではまずは、はい、トキシのとときめきトシユキ上手俺トキシみんな僕に夢中になれキュルキュルピュンいいのいいのちょっと待って、まあ、一回一回拍手で締めないでポンポン言って恥ずかしいから続いて拍手じゃないよトキシのなんだっけ急に俺に魔法少女のオファーがあーなるほどトキシのシ心配ないさプロの技見ましためっちゃ響いたね本当よ単純にうまかったうん、ただただうまい、うん、いやいいコーナーでしたねおさ何を締めようとしてんの何おさ、うん、俺もマリナも基本他の人のネタやってる感じだったよね今やっちまったなとかさ心配ないさとかさほんとすいませんね、ほんとすいませんねあー、楽しかったわまだゆうちゃんやるよ、 ここからですよ本番始まりますよ本番始まりますよここからですあ、わかりましたはい、ということで、まあ、ここからは従来通り、はい我々、僕と、マリナンがこちらのひらがなワードを聞いて、はい、その頭文字の胸キュンボイスを我々2人が考えまして、はい、ゆうちゃんに言ってもらうと、はい、という流れでいきたいと思いますよはい、はい、では早速ですが、引いていきましょうかおいはい、はいじゃあこれはい豊永はかほうほう、
はい、私は、はい、マリナはミミク、あれさっきも弾いたね、リハで弾いたね、リハで弾いたね、なるほど、はい、どんなセリフ言いたい、そうね、えゆうちゃんがどんなセリフやりたい、どんなセリフをダミヘで言いたいか、そうだな、やっぱ普通のセリフが一番いいんだよ、まあ普通が一番響くんだよね、きっと、ミカ、ミカ、小林ミカです、ミカ、ミカのミ、はい、はい、待って待って、それさ、それ、元ある、ある、待って、俺わかんねえわ、嘘、え、見して、あー、じゃあ、オリジナル、え、こっちネタわかるよね、あ、さ、それはわかる、それはもうみんなネタでいくじゃん待って、じゃあ俺これ一応出すけど、うん、代案も考えるから先に出していい、はい、あ、わかった、はい、私も、あ、もうやっぱみんなこれキュンとしてると思う、あ、本当に、そうね、そうね、うん、いや、俺もこれキュンとしたんだけど、いや、はい、それではじゃあ、小林君に言っていただきたい、はい、み、はい、じゃん、あ、そういうこと、あ、先行くんだね、お、俺先出していいって言ったんだ、あ、いいよ頼むよ MC たち、仲良くしよう、ね、ちょっと誕生日迎えて浮かれてんじゃないの人の話聞いてた今、ちょっと壁があってね、あ、そうね、ちょっと聞き取りづらい、ね、聞き取りづらい、いい、どうぞ、もう出しちゃって、出したんで、はいはいはい、見ろ、人がゴミのようだね、やっぱもうみんな言われたいでしょ、まあそれはそうだね、キュンとするよ、みんなこのセリフにキュンとしてきた、そうね、わかるわかる、はい、で、俺ね、うん、はい、カッパカッパ、カッパのマークのカッパ寿司あ、でも今のダメだ、まあ、そんな難しいやつじゃない、そんな難しくない、うん、これキュンとするでしょ、うん、かっぱ寿司行きたいってなる、行きたいってなる、行きたいってなる、うん、寿司食べたいってなる、あ、じゃあこれでいっか、いっか、いっかいい、いい、もうなんかあ、いいって、じゃあ勢いでやるしかない、あ、じゃあやろう、はい、ダミヘあ、これダミヘどうぞ、これもうやった、消毒した、あ、消毒してる、あ、じゃあ消毒してるらしい、はいはいはい、完全終わりました、はい、これでいけ、はい、いや、なんか、はい、悪役やりたいって聞いたからさ、あー、よくご存知で、うん、そうそう、俺もカッパやりたいって聞いたそれは言ってねじゃあ言いたい方からどうぞ、うん、言いたい方からどうぞ、どっちから、じゃあそっちからいきましょう、あ、じゃあこちらから、はい、それではね、小林くんに言っていただく、はい、ゴジオンキュンボイスミでございます、それでは、どうぞミロ、人がゴミのようだ。おー、似なかった、あー、いや、ちょっと状況違ったからね、いや、でもなんかちょっと私割とセクシーさを感じたよ、あ、本当に今の MC にそうね、うん、これがキュンボイスだよ、さすがだわ、いいですよね、素晴らしかった、さあ、じゃあその勢いで勢い違う、はい、ではゆうちゃんのカーから始まる胸キュンボイスです、お願いします、カッパカッパカッパのマークのカーッパーズシーカーカッパ寿司さんからスポンサー料とかもらった方がいいんじゃない、素晴らしいです、いや、俺人生で初めてカッパやったわ、あー、カッパ、初カッパ、初カッパ、やった、初カッパいただきました、なかなかいないと思うよ、いや、素晴らしい、いやちゃんとカッパだったもんね、ちゃんとカッパだった、カッパだった、うん、顔もカッパになってた気がする、ね、ちょっとコラボしよう、そのうちカッパ寿司さんと、そっか、そしたらこの番組にあのお寿司差し入れる、心のおかげですか、あ、いいですね、それいいですね、素晴らしい、はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、おかげで今回いっぱい埋まりました、はい、以上、50音キュンボイスのコーナーでした、ここでソルマーレ編集部からのお知らせです、ソルマーレ編集部では現在漫画編集者さんや他スタッフさんを募集中ということでございます、ソルマーレ編集部で漫画企画編集してみたい方ぜひご応募ください、編集者さんについては少女、女性、青年、TL、BL、青年各ジャンルで募集中ですということです、ご応募は動画概要欄のリンクからご確認ください、以上お知らせでした、はい、さあということでものすごいお知らせが、うん、来ました、ね、こんなことある、編集で入れるんだね、ね、ね、だから自分で漫画作りたいとか、うん、こういう漫画を漫画家さんに書いてほしいみたいな気持ちがある方は、うん、ぜひこの機会に、ね、応募していただけたら、なかなかない機会だと思いますよ、うん、これ、ね、すごく面白いチャンスだよね、ね、ちょっと編集者のね、こう担当やってみたいとか、うん、また
ね、うんうん、ぜひ応募していただけると思いますけどね。さあということで、早物でエンディングでございますが、うん、今回小林裕介くんに来ていただきましたが、はい、今回のわちゃわチャンネルいかがでしたでしょうか。本当わちゃわちゃしてたね。大変だったね。そうですね、大変だったけどめちゃくちゃ楽しかった。よかった。レギュラーになりたいぐらいで。本当？言ったね。言ったね。あ、この3人ならね。あ、多分ね、そんなこと言ったらね、別ペア組まされて、ま、別ラインができる。やだ、このメンバーじゃなきゃ絶対やだ。今、あ、いいんすかって多分大手になったよ、あっちの方が。なったよ、うん、ざわって。じゃあとりあえずまずは一回福山さんと千秋さんペアの方にもゲットして。ちょ、いや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 、まあ、ちょっといや、だったら順番的にこっち後の方が良かったこっちで癒されたかった。向こうはもう想像がつかない。そうなんでだろうね、ゲストさんみんなそう言うよね。道要素が多すぎて、そうね、向こうはね、そういう意味ではね、優しいよ、優しいよ。そうそうそう、まあ、それは間違いないんだけど、そうそう、間違いないんですけどね。でもあの、またまだまだこの配信自体はまだまだ続きますんで、ゆうちゃんと一緒にお届けしますんで、はい、皆さんぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。次回は1月26日水曜日夜9時より再びこの3人でお届けいたしますので、ぜひご覧ください。はい、見逃さないようにぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。さようなら。